対局開始。お願いします。なんかね、この前の配信してからね、まあその配信結構ポカ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 してましたけど、ポカが多い、やばいね。というのはちょっとどうにかしなきゃいけないところですね。端歩つくべきなんでしょうけど、浮き上がる8六でも受かるんですけど、あまりソフトでは推奨されない。5八に上がるべきだったかもしれない。うん、まあ、4七銀から組み替えて7六つくべきなんだろうけど、あの角怖いんだ。なんか飛車の横利きがずっとあるな。2分30秒。普通に嫌だな。やっぱ7億つくべきだったな。ちょっと角が使えないとお話になってない。まあ、角なり同玉、もう一回打ってくる可能性もある。うん、6六角合わせて、ちょっときついな。うん、まあなんか7五銀が本線な気がしてるんですけど、やっぱね学校感怖いんですよこれ。危ない。非常に危ない。2分、歩成りは同金取っといていいんだ。うん、そうなるわな。あ、逆に悪くしちゃったんだけど、本局も勝ち目薄じゃない？なんか変なとこに角打ってるようだとね、お話にならない。金が死ぬ。金が死にそう。1分30秒。金取ってる場合ではってことなのかな。もうそういうことだったのかもしれないですね。いや、まあもう飛車を取りに来たの可能性もある。いや、ちょっと乱戦ね。7五銀とかは形かなと思うんだけど、そっちか。それが狙いだったんだ。いや、取って、まあ、同玉でどうかな。この囲いすごいけど。1分。正直コマがね全然足りてないんだよな。間違った、角が触れね。手がない。この前までなんかすごく調子が良くて。この前までめちゃくちゃ調子良かったんですけど、どうしちゃったんでしょうね。
狂い始めた歯車が。30秒。歯車が崩れるときはね、狂うときは一瞬なんですよ。そんなもんなんですね。まあ寄せては行くんだけど全然駒が足りない。2、3玉まで逃げたりね、1、3玉とか逃げる手が全然あるんで足りんのですよ。20秒。時間はないけど、よいしょ、取ってきちゃう手もありそう。ようわからんんですもん。これやんない方がいいな。駒を増やす方がよかった。プランがおかしい。プランが狂い始めてるな。駒を埋めていく方がよくて、こういう将棋は。間違えた、角じゃない、角を打つ予定だった。時間切れ。